はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル配信1000日ということでおめでとうございます。今回はこちらの配信1000日記念無料ガチャを引いていきたいと思います。で、まあ1回ね、10連ガチャを1回限り、無料で引くことができるんですけれども、まずは PSR がね、1枚確定しているというところと、あとバナーキャラとして、まあ、復刻キャラクターが出てますというところになってまして、今までって多分無料ガチャ系って常設だけだったよね。で今回ちゃんとあの出現率の方もバナーキャラは倍率が効いてるので、まあ、かなりいい感じの無料ガチャになってるんじゃないかなと思います。まあ、ただ自分はこの中で暁守と野球マン1号がすでに PSR、プラ5なので、一番欲しいキャラとしてはやっぱ暁のスッスですね。暁スッスはそもそも SR を持ってないんで、まあ、ここで PSR とかね、手に入れられればかなり嬉しいですね。まあそんな感じでまずは無料ガチャの方を引いて、まあ、その後は1000日記念ガチャみたいなのもありますので、まあ、そっちは大丈夫博士像目的で、20連までだったかな、ちょっと引いていきたいと思ってます。では無料ガチャの方を引いていきましょう。ほい、まあ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 ね、虹は出るよね。1枚だけの大声くんか大声くんか、大して使わないけどどうなの。大声くんってどういうテーブルだったっけね。確かにね、コツはパワーヒッターと打球伸びっていうところで悪くはないんだけれども、ちょっとね他のキャラがいると使わないかなという感じですね。で、じゃあこっちの配信1000日記念スペシャルガチャかを見てみますと、まあ、おまけでね結構大丈夫博士像をくれますというところで、今回はねあの20連目のところで SR の大丈夫博士像が、もらえて、あとはね PR とか、R の大丈夫博士像になってるんで、まあ、確かにね PR も貴重は貴重なんですけれども、今回もね、20連目の SR 大丈夫博士像のところまで引いていきたいと思います。まあ、どうしてもねちょっとピックアップキャラが、暁守くんと野球マン1号、この2人がね、PSR プラゴまで完成しちゃってるんで、引き続けるのもちょっとなんか怖いなというのがありますので、まあ、ただ単ガチャはバナーキャラかどうしようか。でバナーキャラが、まあ、俺の中では今回ちょっと微妙なんだよね。で野球マン2号と野球マン3号も使うかって言われたらなんかそうそう使わないからね。だから完全にまあ俺の中では暁スッスが1位、今欲しい中でね。でまあ2位はサンバ新島ちゃんというところになってますね。まあ、せっかくね単ガチャ1回目のみ R1 枚くれるんでやりましょう。まあ暁守君のためにねアフロ怒りのプラグをねぶっ込んだんで、今アフロ怒りがね全然育ってないんですよね。母体はまああるんですけど、それで守君自体を手に入れることは悪くないっていう感じですね。まあ、一応アフロ怒りはソニックライジングを覚えられるんで、まあ、ソニックライジング目的で使うことはあるかなそうそうないけど、じゃあ10連いきます。ここは SR1 枚確定で PR の大丈夫博士像ですね。いきましょう。あれ虹が来た。でここがキラーなのよ。うん、ないね。あ、2枚入ってる。お前か。微妙っていうか、まあミキサーにしますけど、いやここは特になんか得るものがなかったな。ミキサー券を2枚ゲットしたっていうところですかね。別に PR のつくもと水通りも使わないし、まあ、3番にじまちゃんの R かちょっと解放できる要因といったところですね。まあ本当にね大丈夫博士像が今回目的なんで、あのキャラはおまけっす。キャラはおまけおまけとあれが逆転してるけど、じゃあ20連目いきます。ほい、ここは大丈夫博士像がもらえるんで、まあ、キャラはおまけ、まあ、そう思っていきましょう。 SR は1枚、
今3号本当におまけだな。あ、 PR の3番新島ちゃんか。あ、ホムラちゃんの PR も出てるし、ナッチもね今ちゃんと集めてるんですよ。あの夏ひまわりナッチみたいなのがアプリでいて、まあ、イビル高校でねかなり強いんで、ナッチもしっかり集めて、夏用ナッチを手に入れたら解放していこうと思ってますという感じですね。まあ、ちょっとねガチャの内容自体は渋かったですけれども、まあ、目的は SR 大丈夫博士像ゲットということなので、まあ、こんな感じでしたと。今回のガチャはこれで終了したいと思います。で、節目としては1000日記念があって、あとなんだっけ、パワープロなんか25周年だかなんだかみたいなのもあったよね。まあ、それでもなんかいいのが来るのかな。で、さらにその後、4月に入りますと今度3周年っていうところになってくると思いますので、まあ、イベント的にはもうちょっと細かくいくとバレンタインが来てみたいな話にはなると思うんですけれども、まあ、そんな流れで、やっていくと思います。というわけで、じゃあこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。